おでこの狭さを隠せるスタイルになります。これで前髪はあんまり薄すぎないのがポイントです。おでこに3本の指が入らないっていう人はおでこが狭い方。このおでこが狭い人の前髪悩みで多いのが、前髪が浮いてしまう、上手に流せない、重い前髪にしかできない、やりたい前髪があるのにおでこが狭いから似合うか不安といったお声をいただきます。なんですけど、このおでこが狭いっていうのはデメリットばかりではありません。おでこが狭いと肌面積も狭く見えるので小顔に見えたり、若い印象を与えられたりっていうメリットもあります。その上でおでこが狭くても自分がなりたい前髪をどう作るか、バランスだったり注意点を抑えれば、やり方次第でマイナスだと思っていたところもプラスにすることもできますし、基本的にどんな前髪でも似合わせはできます。じゃあ似合わせるためにどうしたらいいのっていうのを、今回はこのイラストを使って説明していきたいと思います。今回の動画を見終わる頃には、おでこが狭いことによる前髪悩みが減ったり、自分がやりたい前髪のスタイルが見つかったり、おでこが狭いのは悪いことばかりじゃないんだっていうのを、一人でも多くの方にそう思っていただけるような内容になっているので、ぜひ最後までお付き合いください。まず私のおでこが今このぐらいなんですけどこれストレートアイロンで火傷しました。私でも火傷するんだなって思いました、私がで、まあ、まず私のね、おでこの広さはこのぐらいになりますが、これが仮に1センチでも狭くなったとすると、このね、1センチ分、指1本分ぐらいかな、このぐらいの前髪の量が増えるっていうことになります。なので今のこのね、前髪よりもまた1センチ分の前髪が増えるっていうことなので、重くなってしまったりとか、あとはこの生え際からのね、距離が短くなることによって前髪がこう浮きやすかったりとか、こう流しにくくなったり、そういうのがおでこが狭い人の多くの悩みの原因となっています。その上でどういった前髪のスタイルがいいのかを考えた時に、そもそも前髪ありなしどっちの方がいいのについてですが、結論から言うとどっちも似合います。なのでまずは自分のなりたいイメージだったり、自分の服装だったり雰囲気で前髪ありなしっていうのを決めていただけたらなと思います。でその際に、前髪ありの場合は髪の毛をちょっと奥から持ってきて、奥行きがね、おでこがちょっと広く見えるように見せたりとか、前髪なしの場合はかき上げたりとか、カールをつけて流して顔にかからないようにしたりとか、まあなんていうのはね、ネットで書かれていたりとか、実際に美容師さんにね、そう提案されてみてやってみたけど、なんか思ってたのと違うなって感じた方もいるのかなと思います。なぜそうなるかっていうと、前髪ありでもなしでもどちらにしても、前髪だけでなく全体のバランスとして見た時の注意点も守らないと、おでこがね、狭い方の似合う前髪って作ることが難しいです。じゃあどこをどうすれば前髪ありでもなしでもより似合う前髪になるかをより詳しく説明していきます。はい、ではまずは前髪なしのスタイルからですね。おでこが狭い方の前髪なしのスタイルは、まず1つ目、かき上げ前髪が挙げられます。もうね、おでこからこう立ち上げてこう流すような前髪、かき上げ前髪ですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こういう感じ、こんな感じですね。で、かき上げにするとこのトップの高さが出てくるので、おでこが狭くてもバランスが取りやすいスタイルになってます。ただこの時に NG というか注意してほしいのは、おもながさんがこの高さを出しすぎるとバランスが悪くなってしまうので、もしちょっとおもながさんでおでこが狭い方がかき上げるってなったら、あんまりがっつりこう上に上げすぎず、ちょっとふんわり軽く上がってるかなぐらいのかき上げにするのがおすすめです。おでこの狭い方のかき上げ前髪でよくお悩みをいただくのが、こうね、すぐに前に落ちてきちゃう、まあ、確かにおでこが狭いイコール生え際が結構下からね生えているので、その重みで生え方によってダラーンと下に落ちやすくなってくるって方も多くいます。そういった方の対処方法としては、よくね、かき上げ前髪だとこの頬ぐらいの位置で長さが終わっている方がいると思うんですけど、この前髪の長さをもうちょっと長めにとっておく。普段はね、頬骨ぐらいのところで長さ終わってる方も多いと思うんですが、それをもうちょっと下、リップラインのところまで前髪を伸ばしてっていうのがおすすめです。あんまりやっぱり短いと前髪が軽くなるので、どうしてもふわっと前に打ちやすくなるんですね。なのであえて長さをね、もうちょっと出して重みで押さえつつセットをしてあげると、タラーンと前に垂れづらいです。で、あとはセットするときに、このかき上げた前髪の立ち上げ部分、この部分に軽く前からスプレー、ハードスプレーをシュッシュッと振ってあげると結構しっかり持ってくれます。このね、毛先の方にスプレーを振るのではなくて、この根元の方の立ち上げてるところにポイントでシュッシュッとスプレーを振ってあげるとすごくキープされます。で、あとはスタイリング剤はバームを使うのがおすすめです。なので立ち上げました、バームつけます、スプレーシュッシュがおすすめです。で、長さはね、このリップラインぐらい、
そうすることでこうねすぐダラーンと垂れてきちゃうってことは防ぎやすくなるかなと思うのでぜひ参考にしてください。はい、で次が前髪長め流しですね。長い前髪下ろしたら顎ぐらいまであるんだけど、この前髪をあえて上げずに下ろしながらこう耳にかけちゃうっていうやり方ですね。こういう感じ、もう長さが余ってるのでこう耳にね手先を引っ掛けてあげるような感じ、あげるんじゃなくておでこに沿わせながら耳にかける。これもね結構やってる方多いかなと思います。これもいいですね。どうしてもやっぱり前髪切りたくないけど前髪ありっぽく見せたいっていう時とかはこの前髪すごくおすすめです。で耳にかけれる長さがあればねかき上げもできるし、顔に沿わせてこうピシッと前髪を下ろしつつ耳にこうかけれて両方できるからいいですよね。でこのピチッと前髪って意外とおでこが狭い方の方がやりやすいんですよ。どうしてもやっぱりおでこが狭くなくって前髪長くてこういうピチッとした前髪をやろうとするとどうしてもこう割れてしまったりとか思ったようにこうおでこに沿ってくれないんですよね。こうピシッてなりすぎちゃったりとかして、なのでこのピシッと下ろしながら流して耳にかけるっていう前髪は意外とおでこが狭い方の方ができます。ちょっとモードな感じもしてかっこいいですよね。全体タイトにした状態でピシッってする感じもスタイルとしてすごく好きなのでおでこが狭い方いいなって思います。でこの時の注意点はやっぱり前髪の量が多すぎると厚みがすごく出てしまうので、なるべくちょっと少なめの範囲でこの長め前髪を作っておくといいかなと思います。なので後ろの方からこう持ってくるっていうよりかはおでこのちょっと狭めの範囲で前髪を作ってあげるとやりやすいかなと思います。でこの前髪は長さだいたい鼻先ぐらいまであれば耳にかけれるかなと思うのでぜひ前髪が長い方やってみてください。はい、では次は前髪ありのスタイルを紹介します。まず一つ目がシースルーです。このシースルー前髪やりたいっていう私のお客様もたくさんいらっしゃいます。ただおでこの狭い方がシースルーにするときに毛束が細すぎたりとか少なすぎたりすると前髪から眉毛の間がすごく見えちゃって逆におでこの狭さを強調させてしまう可能性があります。なので薄すぎるシースルーは NG、 避けた方がいいかなと思います。でお客様からも相談で多いのがシースルー前髪にしたいから上から髪の毛持ってくるんだけどシースルーにしたいから幅狭めに作っててもうこういう感じ、この範囲でしか前髪を作っていないからこう幅が狭くなっちゃってなんか前髪だけすごいポーンと重さが出ちゃうで横おはげちゃんになっちゃう、パッカーン割れてしまう、このご相談よくいただきます。これ直したいっていう方で、これを解決するには平べったい三角の幅にするっていうことですね。最初の前髪ってこうこの範囲で前髪を作っていたから真ん中だけに髪の毛が溜まっちゃうよってあったと思うんですが、これを平べったい三角に範囲を変えます。そうすると全体に前髪が降りてきてくれるので変に端っこがおはげちゃんにならず全体的に均等なシースルー前髪を作ることができます。ただ注意してほしいのはこの幅を広げるときにこの三角の高さが大きすぎるとこの範囲になってしまって結構激重な前髪になっちゃうので、この三角は平べったい三角でやるようにしてください。だからといってこのね三角の縦幅が狭すぎる範囲になってしまうともう薄々すぎて逆におでこの狭さが際立ってしまうので、おでこの狭い方がシースルー前髪を作りたいときはある程度の深さはありつつ深すぎない三角、平べったい三角を範囲にしてあげるといいかなと思います。であとはスタイリング剤で束感を作ってシースルーっぽく見せるっていうのがおすすめです。であとはこの前髪の長さも短すぎるとちょっとパーンと浮きやすくなるのでやや長めがおすすめです。もう本当に目にかかるぐらい、私も結構長めに切ってて目の下ぐらいの長さなんですけど、巻いてこうちょうどいいようにすると前髪は浮きづらいかなと思います。はい、こちらも参考にしてみてください。はい、そしたら次は流し前髪です。ちょっと私の感じに近いかな、こうね前髪を流しておでこの生え際をね隠すようにセットしておでこが狭いっていうのをやや隠しつつこうね流してあげることによってここのおでこの隙間が見えるので顔が縦長に見えておでこの狭さを隠せるスタイルになります。これね前髪はあんまり薄すぎないのがポイントです。薄すぎちゃうと生え際がね見えやすくなっちゃうので、普通ぐらいの前髪の量でおでこの生え際を隠しつつ
こう隙間を作るっていうイメージですね。こちらもおすすめです。でこの時の注意点は長さを切りすぎないこと。短すぎると流れにくくなってポーンとまっすぐに折りやすくなるので、やや長め、本当に目の下ぐらいの長さで巻いてこう流してあげるっていうのがおすすめです。もう本当に目のギリギリぐらいが一番おでこの範囲が広く見えるので、やや長めがおすすめです。でこの前髪はね、こうね、ショートの方でもミディアムの方でもボブの方でもロングの方でも似合うスタイルになるので、結構王道おすすめです。かわいい。はい、そしたら次は重めのパッツン前髪。これもねすごくおしゃれですよ。この上の方から前髪を取って、長さを目の上ぐらいが目安ですね。まあ、パッツンな感じ、こういう前髪、これもおすすめです。こうね、ちょっと奥から前髪を取ってあげることによっておでこの狭さが気にならなくなります。なんですけど、この時にあんまり後ろから取りすぎると本当に結構重めのボーンっていう前髪になってしまうので、そこは注意してほしいです。この前髪が一番似合う全体のバランスはショートヘアの方。ショートヘアだとある程度奥から前髪を持ってきてもすごく馴染みやすいです。こう横の髪の毛は耳にかけてすっきり見せてあげると全体的にやぼったく見えなくてすっきりと見せることができます。でおでこの生え際もちゃんと隠せてるので、おでこが狭いっていうのもカバーすることができます。このね、重めのパッツン前髪はショートの方だと割と馴染みやすいんですが、ミディアムだったりロングの方があまりにもねボーンっていう前髪、厚すぎる前髪になっちゃうとちょっとバランスが取りづらかったりするので、もしロングだったりミディアムでパッツン前髪にしたい場合はあんまり奥行き行きすぎず、ちょっと浅めに作っておくといいかなと思います。でこの厚めの前髪の方はセットするときにもう一気に一緒に全部巻くってやるとすごく分厚い前髪に見えてしまいやすいので、こう2段に分けてこの下側の前髪はさらっとアイロンを通して、上の前髪をちょっと軽くふんわり巻いてこう動きを出してあげると軽く見せることができるのでおすすめです。なので厚すぎる前髪が絶対にバランス悪くて NG っていうわけではなくて、スタイリングで上手にこうセットすることによっておでこが狭くても似合う前髪になります。あとはカラーをしても大丈夫な人は明るめのカラーにするとそのカラーの明るさで重さを感じさせないということもできるので、そういった工夫をするとおでこが狭くても前髪作ってねちょっと重くなったとしても似合うスタイルになるかなと思います。はい、では次はおんまゆです。おでこをあえて見せることで狭さを感じさせないスタイルです。こうちょっと上の方から前髪を持ってきて奥行きを出すのがおすすめです。生え際が見えてるとおでこが狭いっていうのが強調されてしまうので、生え際が見えないようにちょっと奥の方からね前髪を持ってきておんまゆにするっていうのがおすすめです。でさらにこのおんまゆの前髪でパーマっぽく前髪のね毛先をくるっと巻いて動きを出すスタイリングをすると目線がねそっちの方に行くのでおでこが狭いっていうのも反らすことができます。でおんまゆの注意点としてはやっぱりこのねおんまゆも前髪浮きやすくなるので、セットするときにちゃんと押さないように押さえながらドライヤーで乾かしたりとか、バームだったりオイルなどの重めのスタイリング剤でちょっと重さで押さえるっていうのがおすすめです。もうこのおんまゆスタイルってその人の服装だったりとか雰囲気で似合う人はもうめちゃめちゃ似合う前髪です。今はちょっと分かんないんですけど、私のイメージで残ってるのが女優の榮倉奈々さんとか、おでこが狭めですけどおんまゆスタイルが似合っててすっごい素敵なイメージがあります。はい、では次はアシンメトリー前髪です。こうね片方は短くてだん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 こう長めになっていくっていう前髪ですね。こういう前髪、これもねすっごい可愛いですよね。こうおでこをねチラッと見せることによっておでこの狭さを感じにくくさせます。この時も注意点は薄すぎないように、おでこの生え際が見えないぐらいの厚みの量で作ることがおすすめです。これもすごい可愛いですよね。ただこのアシンメトリーも短い方は浮きやすくなってくるので、しっかり押さえてバームやオイルで束感を出して重みを出すスタイリングをするといいかなと思います。この前髪もどの長さでもあって、一番似合うのはこうショートでちょっとふわっとさせるようなスタイルにはこのアシンメトリー前髪めちゃめちゃ合うかなって思います。ロングの方ももちろん似合います。結構万能この前髪も。なので全部オンマイにするのはちょっと怖いけど、でもなんか短めの前髪挑戦してみたいっていう方はこの前髪もいいんじゃないかなと思います。
はい、皆さんいかがでしたか？おでこが狭く前髪どうしようか悩んでる方、たくさん引き出しが増えたんじゃないでしょうか。カット自体もそうですが、オイルやバームで抑えたりとか、スタイリングの方法で雰囲気を変えることもできます。あとは個人的に美容師をやっていて思うことは、おでこの狭い方は前髪は薄すぎない方がいいかなと思います。まあ、さっきの説明の中で何度もお話ししましたが、こう前髪がこう薄すぎるとおでこの生え際が見えるわけですね。このこっからがおでこですよっていうのが分かりやすくなります。この状態だとおでこの幅ここですっていうのが分かっちゃうので、ちょっと後ろから持ってきて生え際は見えないように前髪を作るっていうのが私はすごくおすすめです。今回の動画を踏まえて、おでこ狭いからできないとか、自分がなりたいスタイルを諦めていた方、ぜひ参考にしていただいて挑戦してもらえると嬉しいです。おでこが狭くてもカットだったりスタイリングでカバーできるので、おでこが狭いのは悪いことばかりじゃないんだっていうのを、一人でも多くの方にそうやって思っていただけると私はすごく嬉しいです。ということで、今回はおでこが狭い人の似合う前髪と押さえておいてほしいポイントをお伝えしました。ぜひ今回の動画を参考にして自分に合う前髪探してみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と、私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加をお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。